はいどうもパラプンテ J2 沼チャンネルです。ということで、今回最近の J1 どうなのというところで、今回 J2 チャンネルですけども、少し J1 の方の話をやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。と ということで、動画概要欄にあるね、もう一個のメインチャンネルの方では、まあ J1 中心にやらせてもらっております、もうかれこれ4年目、5年目ぐらいかな、のチャンネルがあるんですけどもね、まあそこではビファレン長崎かな、まあ J2 で言うとね、僕の地元長崎の話をね、J2 組では、 やっているんですけども、じゃあ、先の J1 どうなのっていうね、話を J2 のチャンネルあえてやっていこうと、まあ、現在優勝争いはこんな感じでとか、まあ、順位表を見ながら、アーダコーダ、えー、話していこうっていうところにはなってきますんで、よかったらよろしくお願いいたしますと。いうところで、こちら。ちゅうところで、これが最新説ですね。えっ、ー、と、昨日の26節終えた時点での最新の順位表には、 なってきますで特にここから画面は今回、えー、変わりません。特にここから画面は変わりませんので、何かまあ適当に、えー、やりながらね聞き流してもらって結構ですし、まあ、ブラウザバックしてもらっても、えー、全然結構でございますというところで、まずじゃあ優勝争いですね。で、ちょっとこの後ですけどもね、た、まあ、多分 j 2組には今後来年関わってくる降格 というところですよね広角クラブの A がどうなるかとか、まあ、残留争い中のクラブがどうなのかとかその辺の話ですね下位のクラブの話ももちろん最後の方にやっていきますが、まあ、まずは優勝争いっていうところですけども えっとまあ、ゼルビア、やっぱり、あれ、昨年まであなた J2 にいましたよねっていうところですよね。あれ、昨年ね、J2 卒業したばっかりで、なんでね、J リーグのトップリーグのえー主席にいるんだいっていうところかもしれません。まあ、30何得点、20失点、非常に安定した数字を。 残しててゼビアにはなってきますで、2位に鹿島、3位サンフレッチェ広島というところなんで、まあこの辺はね、まあ、J リーグの名門とか、えー、かつてまあ連覇達成したクラブ等がいるわけですね。で、4位にガンバ大阪はまあ復活の1年に、えー、なってますね。昨年の今頃は本当に苦しんでいたガンバも、えー、今年は4位と躍進のシーズンに。 なっておりますで、5位のヴィッセル神戸までが優勝争いかな、現状はというところですね。だからまあ、勝ち点45なんで、首位と5ポイント差、2試合でなんとか。 なるさには、えー、なってきますけどもこれ見てわかる通り右のとこ平均価値点ですねだいたい J1 で優勝するには平均価値点が2か2以上あればたいのこうね目安になってくるみたいな優勝への必要ポイントの目安になるボーダーって言ういるんですけどここまで実は平均価値点2を超えたクラブが、えー、ないと えー、この間までゼルビアさんが平均価値で2位超えていたんですけども、ちょっとこの3試合かな、価値がない状態、ちょっと失速気味の、えー、ゼルビア、実は6月末から複数得点もない、6月末のゲームを最後に複数得点もないゼルビアには、 なってきますんで実はちょっとね、えー、小休憩中というか夏休み中に入ってしまったというゼルビアには、えー、なってきます。で、鹿島もだから今節勝っていれば、ゼルビアに追いつくことできたんですけども、ジュビロに敗れるみたいななかなかに、えー、今節は上位が勝てていないで、広島が、えー、2対0、新戦力アルスラン選手のね、 5で、えー、一気に3位まで上がってきたというとガンバも実は4位に言いますけど足踏み状態という、えー、現状には、えー、なってきますんで本当ね上位がじゃあずっと勝ってるかっていうと特に6月以降かな特に6月以降は勝ち点が伸び悩んでるクラブも ううという現状には、えー、なってきますで、真ん中あたりで言うと、こんな感じで、まあ、セレスト福岡、FC 東京で、マイナス、フロンターレ、気づけばここまで上がってきましたね。もうちょっとこの間まで下の方にいた、このね、えー、マイナス、フロンターレ、まあ仲がいいですね。フロンターレはこの間まで残留争いをしていたんですけども、ここ5試合、6試合ぐらい、6試合ぐらいかな。負けがない状態で気づけばここまで上がってきております。ただね、フロンターレのマイナスも、 えー、広島もそうですけども、やっぱこれから ACL が始まりますんで、この過密日程との、えー、戦いにもなっていくというところ、しかし、まあ調子を上げているこの夏場以降ですね、だから、まあこれどこのクラブもそうです、正直ね、上位のクラブほどちょっと足踏み状態のクラブも、 いますだから、まあうん、分かりやすく言うと、10位から下上で言うと、まあ、1位から10位の中のクラブで足踏み状態のクラブがい,ついくつかある、まあ、福岡、セレッソ、FC 東京、えー、とか、まあ、ゼルビアも足踏み、首位にいるけども、ちょっと、ね、勢いがなくなってきてるかなというところなんですけども、ただ一方で10位より下のクラブですね、10位から20位の間のクラブで、実は最近勝ち点を荒稼ぎしているクラブも、 いると、まあ、それこそフロンターレも、ね、最近、勝ち点、ね、しっかり安定して取ってますしで湘南ベルマーレ京都んがこの辺も下、ね、位の方にいますけど実は勝ち点的には、ね、荒稼ぎをしているという。 とこころににも、えー、なってきまますんでねね、まあ非常に、ね、この上にいるんだけども勝ち点が伸び悩んでいたとか下の方にいるんだけども最近勝ち点をめちゃくちゃ、えー、荒稼ぎしてるみたいなクラブがいる、まあ、ある意味 J リーグらしいね、えー、最近の結果なのかなっていうところですねで優勝争い予想されていたウラッツは完全にちょっともう置いてかれた感じがしますまあ優勝は現状厳しいであろうという11位にいますでグランパスもなかなかねすっきりしないシーズン波があるシーズンになってますが勝ち点3 34まあ、で、昨年まで J2 にいたベルディさんもね、えー、めちゃくちゃ頑張ってます、勝ち点34。まあね、昇格組にしてはとか、ね、クラブの、ね、規模を考えれば、まあ歴史とかね、実績とか置いておいて、近年のとか、えー、現状考えればよくやってる方かなっていう、えー、ベルディの数字、勝ち点34なんでね、それこそグランパス、浦和、フロンターレとかと、えー、もうずっとね、J1 にいるクラブとの差も、 なくてで、ね新潟、ね新潟も昨年 J1 に復帰して、今年もなんかこの前には残留できるのかなっていうところには、えー、なっています。で、レイソルがね失速気味で気づけば15位まで、えー、落ちてしまっていると、で、16位に湘南ベルマーレ、えー、17、10秒、ただ湘南ベルマーレに関しては、直近5試合負けがないですね、直近5試合4勝1分けで、一気に下位、ね、から上がってきたっていう。 ところには、えー、なってきますで残留に関しては平均価値点1あればね、平均価値点1あれば大抵残留できるみたいなところなんで、まあ、正直言うと京都産がもう例年のポイント的には全然残留できる、えー、平均価値点にはいるというところ、しかしまあ京都産がもこのままいくとね、えー、落ちてしまう、京都10ビル価値点で現在並んでますよね。ここ17、18は相当最後まで。 激しい争いを繰り広げるんじゃないかでただ湘南がこのまま逃げ切るかどうかはですね首位ゼルビアに勝って4勝1分けで前回1個前の水曜日のゲーム福岡戦も内容的には福岡を圧倒していたので正直、J1 の中で一番調子がいいのは16位の湘南ベルマーレじゃないかというところですね。でああとそこは J2 がなないい数少ないクラブには なるんですけれども、トスも苦しんでますね。まあ北尾監督新体制の元いやいやいや、これから新しくやっていこうっていう。 ところにはなってるんですけどもただ、前回浦和戦もどちらかというと勝ったゲームかなというところで勝てなかったとっいうところまあ結構、サポーターさんの中では北谷監督の初戦の評価は相当高いめちゃくちゃ満足度が高いのような,な SNS のね雰囲気を感じ,て感じますんでねだから、サポーター受けは非常にいいサッカーをしているんだなとまあ昔に戻るみたいな。 ところかもし、えー、れません。トスらしいねっていう声もあったんですけどもね。まあ、だから、まあ、まだ1試合しかやっていないし、で、ね、準備期間も2日ぐらいしかなかったのかな。っていう中で、ね、戦術評価とか、こういう戦術でやっていくんだなみたいなのを論ずるのはまだ早いんで、えー、なんとも言えません。一見でポゼッションやり始める可能性も全然ゼロではないんで、なんとも言えないんですけども、ただまあサポーター受けはいいかと、ただまあサポーター受けがいいからといって、そのサッカーで降格していいわけでもないんで、ここからね、まあサポーター のね評判高めつサポーターの顔色を伺う必要はないと思うんですけどもね、ただそこでねもう1つ2つぐらいまあ色をつけることができるかどうかというのがトスの課題かなというところにはえなってきますね、まあ非常に厳しい状況ではある、まあやっぱ連勝が必要な状況、単純に1試合で追いつけなさにはえなりましたし、京都ン賀もね勝ち点的に荒稼ぎしている状態には、 なってますんでね。で、トスは今後、湘南ベルマーレとか札幌とのゲームが、えー、続きます。まあ、カイクラブ。カイクラブといっても、正直、湘南に関しては、カイクラブのようなゲームは最近、していないので、まあ、残留争い中のクラブではあるんだけどただ一方で、調子自体は全然ね、えー、他クラブとは違う。むしろ、ね、ゼルビアに勝って勢いに乗ってる状態でもありますんで、なかなかいい、えー、湘南ベルマーレを侮ることはできないし、簡単な相手ではない。順位的にもね簡単な。 相手ではないので、ね、ここでどうなるか、まあ、正直湘南と、ね、札幌に勝てなかったときというのは、ちょっと厳しくなるんじゃないかというところだと、マルセロヒアンが残るかどうかみたいなところも、えー、正直ありますので、ね、ちょっと中東からのオファーもあるんじゃないかというところ、えー、まあ京都、佐賀、トス、札幌、この辺が残留争い中のクラブと。 いうところで札幌はだからまあ残留というか,だから19位でもダメだし18位でももちろんダメなんで札幌ねで言うと17位まで上がらないといけないというところで12ポイント差ですよね12ポイントっていったらねまあ3試合でも追いつくことができない。まあ要は多分今月札幌 札幌がジュビロとか抜いて17位に上がるのは今月は難しいでなればね、来月どうなるかっていうところ、それぐらいね、この12ポイント差っていうのはでかい。やっぱ4試合、4試合ないとね、追いつくことできないし、得失点差的に多分4試合じゃ無理であろう。まあ、勝てば得失点差も縮まりますし、ジュビロとかその他クラブが足踏み状態になればね、得失点差の差も、ね、縮まるかなっていう感じもしますが、ただ現状4試合ないと追いつかないで。4試合っていうと 1>, 1ヶ月分の試合ですよね、約ね。だいたい月に4試合、5試合ぐらいリーグ戦があると考えれば、まあ1ヶ月かけてね、追いつくか追いつけるかどうかっていう差にはなりますんで、ここを札幌がどうね、えー、返済していくかというとこでしょう。まあ現状こんな感じの J1 と、えい、ー、ったところですね。はい。とうこともご上です。以上、パラメンテ J2 の真面目でございました。よかった。チャンネル登録。